のんの TV 初登場、三浦春馬です。佐藤健です。人気俳優三浦春馬と佐藤健がのんの1月号に登場。その撮影の裏側に密着したんだけど、2人は本当に仲良し。俺も服を50円引っ張るんだよ。すごい、無事だった。マジマジ。今回はそんな仲良しの2人が出演する DVD の第2弾が出るということなんだけど、どんな DVD なの？僕が春馬 H タケル THT です。どうだ。HT2赤道の真下で鍋をつくす。まあこんなに分かりやすいタイトルはないですね。そうですね、はい、前回ニューヨークに2人で旅に行った HT と DVD をね出させていただきまして、はい、今回その2ということでマレーシアミルネオ島にですね旅してきました。とここで三浦春馬佐藤健のコンビが共演している最新 DVD HT 赤道の真下で鍋をつつくの見どころをたっぷりと聞いちゃいました。まあ一つはもう素なんですよ、きっとそんなに、うん、こういつもお芝居してたりとかこうかしこまってる機会でしかこうね皆さんにね見ていただけてないと思うので、完全な本当に素みたいな状態は珍しいと思うので、そこは見どころかなと思います。ボルネオの国風といいますか、とてもいいところで綺麗な場所で自然もあって、すごいいいところだなって、ボルネオのいいところがいっぱい詰まった DV になってると思います。ところでタイトルの鍋をつつくってあるけど、2人はどんな鍋を作ったの？今回はですね、僕が日本でレシピを考えてきた鍋を作ったんですけど、それはですねちょっとトマト鍋なんですけど、それだけじゃちょっと物足りないなと思ったので、ボルネオの食材を使いながら最後にはパルメザンチーズを乗せて、まあ、トマト、イタリア風トマト鍋、チーズ乗せみたいな、そういう鍋を作らせてもらいました。いやー本当に出来が良かったね、美味しかったよね。ね、はい、美味しかったです。ハルマくんはレシピを考えたみたいだけど、タケルくんは何をしたの？指示に従って動きました。本当に？前回はですね全く役に立たなかったんですけど、今回は本当に役に立ってくれましたね。タケルくん、どんなことを手伝ったの？まあ全部は無理でしたけど、最初のこう、なんていうんですか、半分にするのはできました。3枚におろすとかでしょ。で半分にするってどういうこと？あ、首とかを、まあ、じゃあこういるのこうするや、半分分かるでしょ。こういるのこうで やったでしょ。やったね。こういるのこうやったでしょ。魚を上手にできた。やったな。やったわな、はい、うん。とここで妄想トーク第3弾をやるとしたらどんな DVD にしたい？なんか僕たちだけの意見じゃなくて、ファンの人たちが次あそこ行っちゃいなよみたいな、そういう意見というか声も聞きたいっちゃ聞きたいかもね。それありじゃない？あり。よとここで春馬くん何か思いついた模様。あ、俺あれだ、世界の温泉巡りしたい。いいね。よくない？いい。いいよね。でもそこでどんな鍋をするの？で僕たちがなんかもう湯だって鍋の具になっちゃう。そっち側？そっち側食べられ、食べられ、疲れる側、疲れる側。北極圏で疲れる。うん、多分。そんな妄想がいつか本当になるかもしれないね。
でもその前に今回発売される HT 赤道の真下で鍋をつつくをチェックしておいてね。ぜひ見てください。ぜひよろしくお願いします。